いろんな人が暮らす東京の街、みんなの暮らしを支える福祉のお仕事ってどんなお仕事があるのかな。働く人の声を聞いてみよう。お仕事をしているところはどんな雰囲気ですか？働く前は介護は固いイメージだったんですけども、実際に入ってみると職員さんも明るくフランクな方が多い印象でした。私も自分もありのままでいいんだなと思いました。あと笑顔でやっぱ接することで相手も自然と笑顔になるので、あそこも楽しく仕事がより楽しくなっていって、今では介護福祉士の資格を取れるようにもっともっと頑張っていきたいと思ってます。素敵ですね。心と心が通い合う、そして自分も成長できるお仕事なんですね。福祉のお仕事をもっと知りたくなっちゃった。このお仕事の魅力を教えてください。ご利用者一人一人の、可能性をサポートするってことに対して、やりがいや喜びを感じます。例えば、ご利用者さんの中には絵が得意だという方もいらっしゃいます。そういったご利用者さんがですね、企業と、コラボして絵を、作ったりとか、障害者のスポーツ大会で1位になったりとか、そういったことが過去にありまして、そういったことに対して一緒に喜ぶことができたので、とても喜びを感じております。利用する人の喜びを一緒に作り上げていくなんてとても魅力的です。いろんな魅力があるのね。もっとお話を聞いてみよう。お仕事のやりがい教えてください。私は1歳児クラスの担任なんですけれども、1歳児だとまだお話が上手じゃない子たちがたくさんいて、それが最近お話がとても上手になって、先生だったりリンゴだったりいろんな言葉が出てきているのがとても嬉しく思います。子どもたちの言葉で一生懸命こちらに伝えてくれるのは本当に可愛くて、成長過程を見れるのはやりがいを感じます。子どもたちの成長を感じられるのは嬉しいですね。みんなを幸せにできるのが福祉のお仕事なのね。誰もが笑顔で暮らせる社会ってこういう場所から生まれるのかも。暮らしを支え社会を作る東京都福祉保健局。